is Chika. 皆さんこんにちは。チカです。And pudding. Hey. So today we are gonna meet up with a friend that I made in Melbourne. 日本人のチカ友の方なんですけれど、私がお気に入りで行っているシティの Duke's Coffee Roasters というところでマネージャーとバリスタをされているマコさんです。So we're gonna meet up with a friend today. She is a manager and barista at Duke's Coffee Roasters, which is a coffee shop that I've been going to here in Melbourne. And yeah, こちらです。まこさんです。こんにちは。まあ、今回何回もお会いしてるので結構仲良くなって終わったんですね。終わりました、終わりました。お仕事終わったので今日はゆっくりいろとお話を聞きたいなと思います。Let's go。 どこ行きますかね。3時なんでないんですよ。あんまりないんですよ。一番近いのでマイヤーとか、日本でいう高島屋とか、なんか伊勢丹みたいな感じの一番下のところにあのセンソリーラブっていうところがあるんで、そこは夜9時ぐらいまでいつも空いてるんで。あ、そうなんですね。じゃあ行ってみますか。違うカフェを案内するって、お客さんでやっぱり旅行者の方すごい多いんで、皆さんからの感覚からしたら4時、4時半で閉まるって、めっちゃ早いねって言われるんで、コーヒー屋さんで空いてるって言ったらここばっかり進めてます。まこさんは朝は、朝は4時起きですでも完全に朝方ですね。でも次の日休みとか、次の日がゆっくりな時間だったら、そのジムちょっと遅めに行ったりとか、チカさんの動画見たりとか遅くまで起きてます。喋ってるうちになんか席空いてたりして。あ、コーヒーじゃないんですさすがに言われるかなと思われたんですけど、やっぱ毎日飲んでるのでちょっと日本では看護師さんをされてたんですよね。そうです、看護師です。どういう経緯でたまたま知り合った人に、京都外国語大学の人たちとパーティーをするっていうのを言われてそう行ってみようと思って一人で行って、あ、英語ってやっぱ楽しいなって思って、すぐその日の夜に京都から帰ってきて、夜中にパソコンで英会話、でもお金もそんなにないし、どうやったら一番楽な方法で一番簡単に英語圏の方と喋れて安く行けるかっていうのを全部考えた時に、英会話カフェっていうのがあって、その次の日がたまたま休みだったんで、もうそこ行って、そこからが始まる。海外に行ってみようというか、英語をもっと勉強してみようっていう。ちょうどそう、仕事もちょ落ち着いてきて、次のステップとして違う病棟に移るとか、違う勉強をし始めるっていう時もかぶっていたんですよ。でプラスその彼も海外の人でってなった時に、あ、ふと海外の医療関係の仕事ってどんなんだろうっていうのから、今行ってもいいんじゃないかなって、で看護師がしたいと思っていて、で来たんですけど、英語の壁ですね仕事をするなら、まあ、カフェがたくさんあるのでウェイトレスぐらいからだったらできるかなと思ったんですけど、キッチンハンドから始めました。会話が少ないところから始めました。ごめんなさい、仕事の電話もあるんですか。ごめんなさい、ごめんなさい。 Thanks for the double check with me. Otherwise, I'm going home. Yeah, no worries. Thank you so much. You too. Bye.それで聞かれるかなと思ってすっごい考えてたんですよ英語力は他の方の方が全然、もうあの現地の方全然いてるんです。多分マネージャーでなったの多分初めてです。王子じゃない人でなったって思うんですかね。なんでですか、ね、なんでですかねオーナーさんとは直接はお話ししてないんですけど、その時にいてたジェネラルマネージャーの方とお話しした時は、あの聞ける機会があった時に、そういえばなんで採用してくれたんですかって聞いたら、可能性がありそうだったからって、で一応採用されて、その後はまあ今思ったらなんですけど、今までそのワーホリで来てすごい辛い思いとかもいっぱいしてきて、例えばお給料が少ないとか、なかなか英語が伝わらないことで言葉の壁ですごい辛いのでもしてるんですけど、辛いもしてきた中で、今もらってるポジションもそうですけど、毎回もらう仕事でも一生懸命しようと思って、
一生懸命してることを、まあ、認められたからこそお声がかかったのかなと思ってるんですけど、分かんないです看護師してた時もそうなんですけど、自分の仕事に責任を持たないと、ね、命に直結しなくても直結することもあったりするので、言われたことをやらないといけないことはなんかきっちりするっていうのは自分の中で決めてるので、多分それが生かしたというのか分かんないですけど、生きてるんですかね、まあ、マネージャーという仕事もいただいて、違う仕事内容でも人を教えるっていう立場になってすごい楽しいので、今看護師に戻るというよりも今の仕事をきちんとしたいという方が大きいです。デュークスは全員がバリスタなので、1日も何千杯もこう売ったりとかすると疲れるんですよ。もういつもいつもニコニコ笑顔して、結構狭い、そうなんですよ、この一瞬一瞬でこうはいバイネックスみたいな感じなんで、やっぱりね嘘の表情とかになってくるんですよね、だんだん筋肉がねしんどくなってきちゃうんですよ。やっぱりそれをできるだけこうローテーションするようにしてるんですよ。でそのローテーションを決めたりとか、その次あなたあそこ行って次彼どこどこ行って、できる人のスキルレベルとかも違うので、それ考えたりとか、シフト勤務表作る時もそれを考えるとか、オーナーの方からは絶対これをしてあれしてっていうのはないんですよ。何かあった時に相談をします。相談する時もああだこうだ世間話みたいで相談するわけでもないので、自分の中である程度決めて A、B、 じゃあ B になったら次 B の中の A と B どれにするかっていうのをある程度決めてからオーナーには話します。じゃないとやっぱりこのオーナーさんも忙しい方なので、マネジメントしてていかにこの時間をどう使うかっていうのを毎日課題です。英語の課題はいつもなんですけど、ネックなのはボキャブラリーが少ないっていう、語彙力が少ない分そのストレートに気持ちを言ってしまうので、このワンクッションを置いて何か言うとか、偉そうに言いたくないけど、うん、そう多分捉えてしまうだろうなっていう時とかもあって、できるだけニコニコしようと思ってるんですけど、ビジネスメールとかでもそうですけど、こう背景何々様へみたいな感じで、あの決まり文句があまりないので、誰かが喋ってるのを聞き取ってもうそれを真似して言ったりとか、聞き取ったやつをある程度メモしといて、後でどういう意味だったかっていうのを見て、それを次に行かせる。本当に毎日もう一瞬一瞬勉強してます。あの時ああ言いたかったんだけど、そういう場合ってどう言ったらいいのかなっていうのを調べたりとか、ネイティブの人に直接聞いたりとか、私はこう言いたいんだけどあなただったらどういう、私の立場だったらどういうのっていう聞き方で聞いてます。誰がどういう場で誰に言ってるかによって英語って結構全然違うフレーズ使えたりするので、本当に誰に言ってんのとか、どこの会話なのっていう背景知らないと説明できないんですよね。それあのよく言われます。 When? Where? そうそう、いっぱい説明してやっと答えがもらえるみたいな、すぐに答えが欲しい時にもらえないんですよ。日本人じゃない人とお仕事するマネジメントするところで、カルチャーショックな部分ってありますか？すごいあります。カルチャーショックよりもカルチャープラスその個々の性格を理解してあげないと、理解しようとしないとマネジメントできない。私のやり方を会う人もおれば会わない人もいてるので、それをいかに近づけれるように自分を変えるかっていうのはすごい難しいです。人それぞれ会い方と感覚が全然違うから、ちょっと分かるでしょそれ以外はって思っちゃダメ。自分では当たり前のことって他の人にとって当たり前じゃないから、やっぱり人それぞれ自分なりの当たり前を持ってるみたいな。そうなの、いい言葉ですね今までなんか一番大変だったエピソードとかありますか？大変だったエピソード、人って面白いですね、忘れちゃうもんですね、それは。一生懸命言ったつもり言ったのに、恥ずかしいながらにも伝えたのにすごい怒られたりとか、あの海外の方は直接言うじゃないですか、まあ、人にもよるんですけど、あなたの言ったことが分からなかったら分からないって真顔で言われるんでそれにもうメンタルが弱くな、あのやられてしまって、もう何も言えなくてもう死んみたいな。でお客さんね、もうすごい悔しかったです本当に。私が話していて途中で他の人に変わらない意見
行けない状況とか、例えば電話が来たりとかして代わってもらったりとかしたら、めっちゃ会話弾んでるんやけどと思って電話越しにこうやって見ながらだから、でもそれこ その先ほど言ったみたいにその語彙力であったりとか、その人のキャラクター そのパフォーマーの質の仕方で、ね、向こうの心をこう掴むではないですけど、そういうの見てるとやっぱり今でも悔しいなっていうのはあります。結婚するにあたってどういうことを話せたらいいですか？内容としては女性だったら、あ、今日の指輪いいね、着てる服とか、いつも人間観察から始めて自分の中で決めてることがあって、その人の顔と名前とオーダーは覚えるようにしてるんですよ。コーヒーを飲みに来るだけじゃなくて、こう会話を楽しんでくれるようになってるんですよね。週末何か予定あるんですかって言い始めたりとか、週明けになったら週末どこ行ってたんですかっていうのが一番もう大前提です。オーストラリアの人はその休みというかプライベートすごい大事にする。そうなんです。初めて来てくださった人とかでも、遅くにコーヒー飲んで今日はどこか行ってきたのから始めて、話の感じの内容的にここ出身じゃないんだったらどこ出身なんですかって聞いたりとか、私日本出身なんで行ったことありますかって自分から話題振ったりとか。お猿さん流だね。そう髪の毛のあ見ました。大抵どこから来たのって聞いてくれるじゃないですか、うん、何も聞いてくれないから、ね、I'm from JapanOh, nice man. Whereabouts? Oh, Tokyo. Tokyo. 旦那さんに言われたのは、自分から話さないと、私たちからすると黙ってしまったら話したくないのかなとか、私がその英語話せないからとかってネガティブに捉えがちなんですけど、案外そうじゃないらしいです。なんか向こうからすると、向こうからも、あ、この人僕と話したくないのか、私と話したくないのかなって思うらしいんですよ。両方がお互いになんか懸念し合ってるみたいになってるんで、全然話して大丈夫だと思います。それは言われました。テキストとかでも習えることはある程度あると思うんですけど、やっぱりその生きた英語を聞くんだったら、その時その場に何を伝えたかっていうのを、伝えたかったかっていうのを覚えておいて、その場でまあ誰かに聞いたりでもいいんですけど、の方が覚えやすいと思う。だって自分が言いたかったことなんで。辞書とかその教科書とかだったら、自分が覚えたいんじゃなくて覚えさせられてる感があるんで、なかなか脳みそに入らない時があるので、間違えた方がいいと思うんです。本当に英語力とコミュニケーション力って別だと思います。だから英語を話せても、あ、その時もっと気の利いたこと言えばよかったとか、言葉を知ってても出てこない時は出てこないっていう。鍛えるのは難しいけれど、もう鍛えがいのある場所なんで、毎日違う人なんで。起きたね、いつの間にかね。まこさん、これから、まあ、海外に行ってみたいとか思ってる人結構いると思うんですけど、うん、なんかメッセージとか。なんか今だから言えるんですけど、今思ったら一歩踏み出してよかったなっていう自分がいてるので、でもそれがあるのもいっぱい後悔もしてきたし、いっぱい失敗もしてきて、たくさんそういう経験をして今あるので、海外に出る以外でもその新しい仕事してみたいとか、まあ、留学以外でも何か新しいことをする方は、お金がないとか仕事辞めれないとか、すごいすごいいろんな理由はあると思うんですけど、なんか自分を信じてやった方が自分の人生ですし、私もやってみようかなって少しでも思っていただけたら嬉しいです。メルボルン来ていただいたら、ぜひジュークスにも。忙しそうにしてて、声かけにくいなと思っても。もう全然大丈夫です。ハイタッチでも何でもいいんですけど。いつでも来てください。もう大歓迎です。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ね、こうやって海外で活躍している日本人の方のお話、面白いと思ったらぜひいいねを押してください。Hi guys, thank you so much for watching. A big thanks to Mako for being in the video. And yeah, we'll see you guys again soon. Bye bye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 . 笑顔になった。すごいですね、やっぱりこう頭の中で考えてると言葉って出てこないもんですね。出てきてましたよ。いや全然出てこない。なんか支離滅裂と思って私何言ってましたっけみたいな。